即中性視線治療に使用する装置用視線治療に使用する装置粒子線治療とは粒子線を使用した治療法。外照射放射線治療に分類される放射線療法で陽子、中性子、過電粒子を加速して患部に照射して主要の細胞を破壊する以下の治療法がある。それぞれの治療法に一長一短があるので症例や部位に応じて使い分けられる。 生物学的効果比は、X 線の照射に対して、速中性子線が4倍、陽子線が1.1倍、重流子線が3倍とされる。線形加速器、サイクロトロン、シンクロトロンなどの加速器から中性子線を幹部に照射して主要の細胞を破壊する。線形加速器、サイクロトロン、シンクロトロンなどの加速器から陽子線を幹部に照射して主要の細胞を破壊する。 体の表面での吸収線量を低く抑えられ、主要組織において吸収線量がピークになる特性を有している。胃や腸は常時動いていて正確に照射することが困難で、粘膜が薄いので放射線の照射により、潰瘍ができやすく、線航の危険性もあるので、胃がんや小腸がん、大腸がんには実施できない。シンクロトロンから炭素、低素、 アルゴン等の重粒子線を幹部に照射して、主要の細胞を破壊する。中性子線を幹部に選択的に取り込まれた中性子増刊元素に照射して、主要の細胞を破壊する。ありがとうございます。